Samurai City koto Aizu Wakamatsu 市長の関係一郎です。Aizu Wakamatsu 市は原子力発電所から約100キロメートル離れておりまして、空気も水も食も安全な地域なんですが、風評被害でダメージを受けております。今日は本市の歴史的なシンボルであります敦賀城におります。そしてこの敦賀城の地点で、環境放射線量を測定してみたいと思います。現在、測定しましたら 0.15 マイクロシーベルトであります。でこの値はですね、科学的にも何ら安全なところだということが証明されておりますので、どうか多くの皆様、会津若松市においでいただきたいと思います。今日はですね、観光庁の溝畑博史長官に実はおいでをいただいております。ありがとうございます。こんにちは。どうも。長官からですね、一言メッセージをお願いしたいと思います。観光庁長官の、溝畑博史です。今日は会津に参りまして、歴史的な、この場所で、ウォークラリーの方に、今出場させていただいております。日本は今、この震災によりまして大きなダメージを受けました。安心安全のイメージを回復し、もう一度日本を元気にすべく、私、海外国内を走り回っております。海外に向けて安心安全のイメージを回復していくにあたって、まず我々国内のこの福島を元気にしていく、このことが大事であるというふうに考えております。その中で会津若松、この市長さんは、この会津の歴史を十分に胸に秘めて、市民の皆さん一体となって、この会津の町を元気しようと頑張られております。私も、その熱意、これこそまさに復興のシンボルになる町であるということで参りました。私会津、今年4月以降2回目でございますが、極めて安心安全でございます。先ほど市長さんがおっしゃったように、極めて何も、震災のと変わらない平常な状態でございます。ぜひ皆さんこの会津に来られまして、日本の元気を、もう一度取り戻すべく来てください。私がこの安心安全を、保証いたしますし、またこの素晴らしい赤べこ、起き上がり拳、これを皆さんもう本物を買うためにもぜひ来てください。素晴らしい街です。それでは皆さん、ようこそ会津、ようこそ福島、ようこそ日本。